じゃあ次の問題に行きましょう。えー、っとここから丸六丸七丸八丸九と行きますが、えー、っと先ほどに比べてですね問題のレベルあと全科式のレベルはここから上がっていきますいいでしょうか。えー、っとかなりのですねあの入試率差のつくですね標準以上の南関大学における標準以上の問題になっていきますのでえー、っと気合を入れて取り 組んでいただきたいと思います。で、丸六京都大学の問題ですが、京大の理系の問題ですね。ちょっと問題皆さんまた手元にあるかと思いますが、問題文読みます。A、B、C の3人が色のついた札を1枚ずつ持っている。えっ、ー、と最初 A、B、C は赤、白、青。で A がサイコロを投げて3の倍数が出たら A と B が交換。それ以外の目が出たら A と C が交換する。 そして何回かサイコロを振った上でえで、ー、赤白青とありましたが最終的に目をつけるのは赤だけです。えー、っと ABC の誰が赤を持っているかその各々の確率を ANBNCN で表しましょうというまあそういう問題ですね。でちょっといきましょうまず、えー、っとサイコロですが3の倍数が出たら AB の交換それ以外は AC の交換です。えー、っとサイコロのの目といいうううはももう言うまでもない6個 なので 3, だったら分分のの確率3分の1ですねあと12453の倍数以外は4つの目がありますのでやはり分母を6とすると6分の43分の2でいいですねこういう確率でいいですね。はいでですね全化式この問題当然ですけど括弧1。 立てることができるか否かなんですがきちんと全科式立ててほしいです難しくもないですただですねわからなければですねこれもう丸ごと0点っていうのは避けましょうねえっとまあ、二次試験の問題の場合1問に20分以上かけることができるわけですのでいいでしょうか多少ですねカッコ悪くてもえ全部書いていったとしてもですね書けそうだったらですねえ捨てるぐらいなら全部書くっていうことも一応ですね検討に入れましょう でまずですかね例えば、ですね全部書くとしてもですよ100通り、200通りあればそれは書くのはもう時間切れタイムオーバーですがこの問題、えー、っと赤、白、青をアルファベットの RWB で表してますが例えばですね、えー、っと左が A、真ん中が B 右端を C とすると,、えー、っとこの RWB の並べ方は 3×2×1 の6通りですよね。 だから全部書いたところで、タが知れてるんですね、RWB、いいでしょうか、RBW、これが A が赤、左端のところに赤が来てる場合ですね、あと、えー、っと赤が真ん中、B のところに来てる場合、WRB、BRW、あと,、えー、っと、一番右端、C のところに、R、赤が来てる場合、これは WBR か BWR、要するに、スタートラインとして、ある時点として、6通りしかありません。 いいですね。で、その六通り、各々が三分の一で、A. と B.。左二人の交換か、三分の二で A. と C.。左端と右端の交換か。で、全部二つずつ分かれていきますから。六通りだったものが、二倍の十二通りです。まあ、書くのは、えっと、一瞬ではないんですが。そんなにめちゃくちゃ時間がかかるわけではないので、もう分からなかったら、全部書いてしまう。 えっと全部書いたところで5分もかかりませんよどんなに丁寧にやっても48分で終わりますそうすると全化式を確実に立てることができますので括弧1は取れますで括弧にも解ける可能性が出てくるのでいいでしょうか分からなかった場合はですね全部書くことも考慮に入れといてくださいいいでしょうか確率全化式場合の数はいじゃあですねとりあえず丸6全部書かない場合ですね気付こうとそういう方向でいきましょう で、じゃあですねもう何度もやってますがじゃあもういきなり式でいきますねはい N 回目ある時点で A か B か C が赤を持っている確率 ANBNCN で表してますがさあちょっと見ていきましょうねまず A に A に赤札が来るための条件ですはい ある時点で A に来るためにはその前で,どう,でど,うあるどうある必要があるか、はい、見ての通りいいですねえっともう一回冒頭に戻りますが3の目が出た時つまり確率3分の1で A と B の交換が行われますそれ以外の目が出た時つまり確率3分の2で A と C の交換が行われますだから A のところに赤札が来るためには、1個手前に B か C が赤札を持っている必要がありますね。1個手前にもし A が赤札を持ってたら、えー、っと3分の1でそれは B に行き、3分の2でそれは C に行きます。A が持ち続けることはできません。だからいいですね。A が持っているということは、1個手前は B もしくは C ということです。はい、そしてえっとこれ n 低い。 1> 1にしますねすみません <laughs> はいそして B からは分の C からは3分の2できますのでいいでしょうかこれで終わりですねねえ実は全部書かなくてもいけそうですねじゃあ次 B いきましょう皆さんどう考えます、B、さあ B に来るためにはこの図の通り A から来るのがまずこれ簡単ですね3分の 1A_n 引く1ですこれは簡単ですさあ他にありますかねあ B に矢印はもうないじゃあこれで終わり人生そう甘くないですよえっとよく見てくださいねえっと3分の1で A と B の交換3分の2で A と C の交換ですが A と C が交換するとき B は関与しませんのでどういうことかっていうとですつまりいいでしょうか、えっと、B の n-1 ですね1個前に B が赤札を持っている確率ですがその状態で A と C が交換しても B は持ち続けることができるわけですからここに。 3分の2がきますすいいですね,いいですね、はい、C も同様ですよ。C も A から来るっていうのがもうこれ分かりやすいです。すぐ分かります。はいそして見落としちゃいけないのが A と B が交換する場合 C がすでに赤札を持ってれば A と B が交換しても持ち続けることができますからいいでしょうか。えっと C が持ってて なおかつ AB が交換する場合つまり3分の1つ補足ですが隙間を空けているのはこのように、えー、と連立全化式になると複雑ですので左端を A の場所真ん中を B の場所、えー、と右端を C の場所とかいうふうにして見やすくしてます間違いに気づきやすくしてますいいでしょうかはいもうこれで全化式完成ですのでまあ 最後の手段でこのように書いてもいいんですが書くまでもありませんでしたあとですね、えっと、この後ですねもうこれでかっこ1終わりですで問題かっこ 2AN を求めようさあ全化式これを解くのは結構厄介ですねただ、えっと、最終的にもう今日解いてきましたが全化式最終的に求めるとき初期条件初行が必要になりますさあ一応ここで初行確認しておきましょうね はい、まず A0 が 1B0 が 1, が1ごめんなさい <laughs> B0 は0です一番最初 A が持っている状態からスタートしてますので最初は100でいいですねもうちょっとやっておきましょうか A1 じゃあ1はどうかさあ1回操作をすると a は自分が持ってたのは三分の一で b 三分の二で c です。えっと a からは手元からはなくなります。三分の一で b にきます。三分の二で c にきます。で一応、もう一個やっていきましょうか。えっと、せっかく全化式ありますので。 さあ a に、ね、はこことここ B1C1 を使って3分の1を代入して3分の2を代入しますから9分の 1+9 分の4で9分の5ですねいいでしょうかはい B もいきましょうこれ使いましょうね0代入して0でここに3分の1代入しますから9分の2で C も同様に9分の2 まあこれで準備完了ですね。はい、じゃあ、その前提で、カッコ2に行きましょう。さあ、えー、っと、今日全化式いくつか解いてきましたが、ここ、連立全化式になってます。そして、丸4丸5でやった、東大や名古屋大の連立全化式よりも、かなり複雑ですね。こういうの見たときですね、相当優秀な受験生でも、一瞬、鉛筆は止まります。 どうう解いていいてんだろう A が BCB が ABC が AC なんか見た目も美しくないですねなんか複雑です本当にでなんですがやはりですねまず最初にすべきこととしてですね問題見ましょうね ABC とありますが A を求めようとなってますので A だけを求めるわけですから最終的にやはり A イコールの1の全化式ここから攻めていきますいいでしょうか。 何かっていうと、丸一の全化式の B と C に、丸二の B と C を n く1にして代入する、ここからスタートしますよ、まず。はい、ここから私は進めて、計算を進めていきますが、皆さんはですね、一時停止にして、ちょっと計算、トライしてみてください、ここは重要です。えー、っと、全化式の変形や計算というのは、やはり説明をぼーっと聞いててもだめです。いいでしょうか。自分ででトライすすることが重要です、えー 一時停止をしてください。私は進めます。はい、皆さんいいでしょうか。代入しました。えー、っとこの手のやつですね。全可式の計算ですね。一箇所でも間違うとそれからあとすべてのえー、っと計算が全部無駄になってしまいますので、その都度その都度チェックをしましょうね。えー、っとまず丸一に丸二丸三の代入ですが。 b の n 引く1です。だから b n この n を n 引く1に変えると a とこちらの b はともに n 引く2になりますね。三分の一 a n 引く2と三分の二 b n 引く2を代入します。大丈夫ですね。はい、えっ、ー、と c も同様です。ここが n 引く1になってますので、ここを n 引く1にすると、この n が n 引く1ですから n 引く1引く1 つまり n く2ですね。えー、っと3分の2の a の n 2と3分の1の c の n 2です。3分の2の a の n 2 3分の1の c の n 2いいですね。はい。括弧を外して a の n 2の9分の5と bc の9分の2。さあ、ここで一旦ストップするんですが、こっからいいでしょうか。わかってる人は スラスラスラっといきますが分かってないとここでまた固まってしまいますえー、っと A を ABC しかも N に対して N 引くに何のこっちゃこれやみたいな感じでですねパニクる人が結構多いんですがここ絶対パニクる必要ないですよえー、っと問題の前半今日の丸二のあたりでも言いました「コツ」を言いましたよね全化式を解く複雑な連立全化式を解くコツ覚えてます皆さんもう忘れた とか言うと、私ちょっと悲しくなりますが、忘れないでくださいよ。言いましたよね。係数係数。見てください。九分の五、これ違うけど、九分の二、九分の二。連立全化式で、同じ係数があったら、何と言いました。ほっとけ。そんなこと言ってませんよ。同じものがあったら、くくりましょうと、まとめましょうと。何度も今日言ってます。いいでしょうが。これもコツですから。絶対に身につけてください。 そうすると、先が一瞬で見えます。いいでしょうか。はい、九分の二でくくります。はい、そうすると、何が嬉しいかっていうとですね。四次消が見えます。B と c を足してますが、くくってますが。これって、一マイナス a の n 引く二と。等しいですよね。n 引く二のところで、a 足す b 足す c は。 確率 100%1 なので B た C は1マイナス A とできますつまり A だけの式に変形できますこの見通しを良くするために同じ係数があったら即くくってください何も考えずはいイコール、えー、っと展開しますと3分の 1A の n 2プラ2 9分の2 ここまでくるともう簡単ですね。えー、っといわゆるよくある二項関一番簡単な二項関全化式ともうそっくりの形になってますね。えー、っと一次方程式を解きましょう。アルファイコール3分の1アルファプラス9分の2なので、えー、っとアルファは3分の1になりますね。このアルファを使って変形しますと。 A の N 引く3分の1は3分の1を前に持ってきて A の N 引く2引く3分の1いいでしょうかさあ全化式が完成しましたここまでくればもういいですよね解けますね ポイントはいいですか何度も言いますが、9分の2、同じ係数でくくるっていう、ここがポイントですよ。先の見通しをよくする。でですね、ここまできてもう終わりみたいに言いましたが、実はまだ終わってません。えー、っと、見てください。係数。普通のよくある基本パターンと違ってですね、これ間違いが多いんですね。えー、っと、2交換ではないですよね。n と n く2です。えー、っと、普通だったら n と n く1ですが、 甲が二つ飛んでますこうなった途端一気にまた正答率がガクンと落ちますいいでしょうか間違いやすいでも逆に言えば正答率が下がるわけですからこれを確実に処理すれば上の方にいいでしょうか合格ラインの方に達することができやすいということですからいいでしょうか確実にものにしましょうじゃあやりますね